おはようございます。お食事をお持ちしました。ドクター、お食事をお持ちしましたが。ドクター、どうかされましたか？失礼します。おはようございます。今日は雨が降ってますね。珍しいです。この辺りはめったに雨が降らないので。乾燥してるせいで慣れないうちは大変でした。そうですね、化粧品もこっちに合わせて買いましたから。何でしょう。それぐらいは気を使いますよ。でも気がついていただけたのは嬉しいですね。ジェーンと何かあったんですか？なんとなく思っただけです。お気になさらないでください。ドクターはアリッサのムスクがお好きなんですね。お食事の支度をいたします。お待たせしました。今日の朝食はラザニアをメインにお召し上がりください。ドクター。いえ、休憩中です。大アルカナです。
シルビアーナ様にはとても及びませんが、カードなら少しだけ。私は9枚のカードを使います。一番基本的なやり方です。22枚のカードを裏にしてかき混ぜ、それを集めたら上から順に5枚を十字の形に並べ、続けて4枚を十字の右側に並べます。あとは決められた順番でカードを開き、意味を読み解いていきます。はい、意味が読めるかどうかが重要ですから。このお方のことを占ってました。漂泊の旅人を暗示するカードです。ドクター、よろしかったら占って差し上げましょうか。はい、座りください。イズモ、come here。 始めましょう。あなたの望む未来を思い浮かべながらカードをかき混ぜてください。まずあなたの現在です。釣られた男の客、打算的な行動を暗示してます。しかしあなたは本来とても勤勉で真面目な方です。周りを見ずに突っ走ってしまうほど。しかしそのことが災いし、あなたは最近トラブルに巻き込まれ、無気力な生活を送ってましたね。ん？はい。それ以前のあなたは仕事も友人関係もまずまず順調だったはず。今は試練の時です。そんなあなたが生まれ変わるために、あなたに手を差し伸べ、共に新たな未来を築いてくれるパートナーは星のせい。ただ私ではないと思います。星の星は希望、喜び、明るい笑顔の暗示ですから。
ません。続きよろしいでしょうか。6枚目から8枚目を開けます。皇后の正、正義の逆、審判の逆。愛されることと世界への反逆。これから起こる出来事に力強く立ち向かってください。優柔不断な選択は愛を得る機会を失うでしょう。そして結論です。9枚目、最後のカードは愚者の星。やっぱりこのカードが。何度占ってもまとわりつくように決して離れようとしないカードが出てしまう。タロットではよくあることです。どうかお気になさらないでください。ドクター、つまらないことにお時間を取らせて申し訳ありませんでした。休憩時間終わりです。大丈夫です。どうぞお通りください。天窓に。そうですね。
いえ、少し考え事。スペインの雨は主に平野に降る。聞いたことはないかね。なぜそういう気候になるのか、ドクターはお分かりか？地中海のせいだよ。この広大な内海はともかく雨が少ない。つまりだな、ギリシャのパルテノン神殿もかつては豊かな緑に囲まれていたわけで、沿岸から緑が失われた理由としてローマ帝国が伐採しすぎたとも言われておるが、それはあくまでも俗説で、まあ要するに地中海にありながら内陸のような森が残っていること自体、この島の特殊な環境を、私の話したことを覚えておるかね？地中海は極めて豊かな漁場である。いやかないんか？私とてテレビショーぐらいは見るぞ。少しお遊びをしようではないか。ではさっきの回答を聞こうかの。その通りだ。素晴らしい。ドクターはなかなかの博学でおられる。ではこの調子で第二問へと行こうかの。
損しました？いや、話を続けよう。はい。鳩が来たのは分かった。メッセージは？それが森へ飛んで行ってしまったので。雨さえ降ってなければ。これは幸運なのか、それとも。このまま探さない方がいいのでしょうか。それともあえて不安因子を呼び込むか。状況打開のための一手ではあるが。私はこのままがいいです。もうこれ以上何も起こらない方が。ならば森へは誰も行かせぬことだ。それで当面の平和は得られる。当面？あの男にとっておそらくきっかけは何でもいいはずだ。ただメッセージをここに届けさえすればいい。だから方法は無限にある。すでに我々の知らないところでそのメッセージを受け取った者がいる可能性も考えねばならん。そんな、それでは。戦いは避けられない。私のせいで。違う、君の父上だ。でも私みたいな子がいなければお父様もきっと、きっとあんなことは。やめろ。私の前で下品な顔をするな。虫唾が走る。失礼いたしました。君はただ黙って戦えばいい。はい。この銃でな。デリンジャーだ。これならどこへでも持ち歩ける。これを私に？罪を負ったつもりでいるのなら決着は自分の手でつけるんだな。私にできることはそれだけだ。